紋別グランシアリオナイター、今日はゲストにお越しいただきました JBC2014 盛岡応援団長のフジポンです。オスフジポンです。オスよろしくお願いいたします。いやかなり気合い入ってますよ、今大丈夫ですか？場内の皆さん、私の声の大きさにびっくりしないですか？大丈夫ですか？びっくりしますよ ね。そうですよね、すっごい低い声で喋ってます。もう宝さん見て、はい、見て、僕も強制的ですもん。だって団員もうすでに団員になっちゃいました。何の団員だって正面から見たらね、はい、JBC 応援団長がフジポンでですね、はい、あとあのフジポンに関わった人は全員団員になってしまうというね、はい、強制的な感じ。強制的にね。そうなんですよ、私強いんでね、そういうところね。ガツガツしてるんで、こんないい年したおじさんを、ね、ありがとうございます、はい、お似合いですよ、はい、お似合いです。三三七拍子でも行きますか？じゃあ行きますか。私もね今日ちょっとね、はい、こう応援団員、はい、団長ということで、はい、学生服で、はい、こちらも特製の、はい、団長服で着てるのでね、後ろ見えますか？これ後ろ見てください。ラブ、ちょっと長いんでね、ラブ岩手、ラブ岩手って書いてあるんですよ、長蘭でやってまいりました。いつの時代の長蘭って感じですけどね、これ相当昔ですよ。こんなの着てると本当に補導されたもんですから昔は、はい、ね、まだされてないので、ま、全国回ってきたんですけど、まだされてないので、どこでも職務質問もなしですか？大丈夫でした。ただあのちょうどいい季節がなかったっていう、ね、それだけです。夏大変だった。夏暑かったですね、はいはい、全国回ってたって言ってましたけどね、はい、いつ紋別に来るんだろうっていうね、待ってたんですよ。そうなんですよ、もしかしたらね行けないかもしれないっていう感じになってたんです、実は、だけどどうしても行きたくて、はい、あの、はい、無理やり皆さんにお願いをして、はい、今日やっと来ることができました。ありがとうございます。本当に待ってたんですよね。一番待ってたのは坂田アナウンサーじゃないかなと思うんですよね。そう、ありがとうございます、もういつもねフジポーンって言ってくれるんです。だから僕は、ね、それがないと寂しくて、フジポンっていうから本当どんなゆるキャラ来るのかと思ったらね、違うんだもんね。バリッとしたキャラですね。バリッとしたキャラですね、ゆるくないですもんね。ゆるくないです、怖いキャラですよ。私は怖いですよ、はい、気合入ってますから、そうですね、はい。まあ、JBC2014 応援団長ということですけど、はい、ここまでどんな活動されてきたんでしょうかね。そうですね、あの1月に、はい、あのこのね団長に任命されてからですね、あの全国の、あこちらです、任命式をしていただきまして、この時からですね、まあこの前にあの金沢の吉原弘人騎士にバトンタッチをしてもらってね、あの来年は岩手ですということで、ここからですね始まりまして、まあ全国本当にもう行ってないところを数えた方が早いぐらい回らせていただきました。はい、この紋別が最後になるんですか？そうですね、全国回るのはこの紋別が最後になります。やっぱりね、JBC ということで、ね、生産者の方たちのところ、ふるさとに最後に来なければということで、そうですよ、はい、そうですよ、高倉さんね、こちらに、ね、やってまいりました。本当にね、JBC のこのレースを作る最初にもう基本になったのが、うん、ベースがブリーダーズゴールドカップなんですよ、はい、実はね、はい、これがスタート地点ですから、やっぱりここに来てくんないとね、はい、そうですよね、紋別に来て馬券取られて悶絶なんてことになると大変ですけどね。あ、今のダジャレですか？はい、お決まりですか？お決まりですか？ありがとう、はい、まだちょっとね、初めて慣れてないのでね、すみません、時折ですから確認してみました、はいはいはい、ね、フジポンは紋別は初めてなんですよ。初めてなんですか？だからね、はい、あのすごいフリアッチとか、いつもね、はい、お世話になってる皆さんがいるところに、はいはい、いつもなんで来ないのって逆に言われてるぐらい、フジポもなんで行けないのかなっていつも思ってたぐらい。じゃあ念願叶ったということですね。本当に念願叶いました。良かったですね、はい、ありがとうございます。どうですか、紋別競馬場は？いや、まだね、あの、はい、ついてすぐなんですけど、なんかもうすでにアットホームな感じ、皆さんがね温かいので、はい、アットホームな感じですし、先ほど JBC のグッズでエコバッグがあるんですけど、はい、そちらもお渡しをさせていただいたんですけど、なんか皆さんすごくこうマナーが良くてお上品で、うん、あ、そうですか、結構ね、あの、グイッと持ってかれる方とかも、ね、ね、いるところはいたんですけど、ね、皆さんあのもう持ってますので大丈夫ですっていう風に、はい、あ、もう一個くれるのなんていう方もいらっしゃらず、しっかり教育してます、素晴らしい教育ですね、はい、はい、私高田さんの教育ではないですけど、はい、ね、なんか皆さんすごく温かくて、もうすでにもう私こう、はい、ホームな感じがしております、はいはい、このようにね、たくさん今日イベントあるんですよね、そのキャンペーンが行われるんですよね、はい、そうですね、あの PR をバリバリとさせていただこうと思っておりますし、はい、うん、はいはい、このパドック解説の方にも、はい、あと2レースほどお邪魔いたします。そうですか、はい、はい、JBC のことについてまたね、いろいろとお伺いしたいと思いますからね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、2レースあとね、
登場するということですから、はい、皆さんねぜひね注目していただきたいと思います。この後9レースとそして JBC 盛岡応援記念レースとなっているね10レースにね、はい、パドック解説前に登場していただいて、まあ本当にね11月3日ですよね。もうあと12日なんですよ。そうですか、はい、あっという間ですよね。あっという間なのでぜひ皆さん一緒に応援をよろしくお願いします。今日ねあの団員グッズも販売をさせていただいて、はい、お二人が着ているね、はい、T シャツも、はい、あとちょっと残り4枚ぐらいしかないので、はい、お早めにお願いします。もうね大人気ですからね、はい、ぜひ皆さん、ね、大人ですよあそうだ何年何十年ぶりでしょうって大人気声出して声出していきましょう。おっよろしくお願いします。今日どうぞ一日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。